もうないないって言われていて、本当にないものもあったんだけど、作り出せることもいっぱいあって、でなおかつ僕が知らない世界ばっかりだったのね。でそれはとても新鮮だし、つないでいったらその過去のもののいいというもの以上の今だからできる現代に生かせるその科学的な裏付けがあれば、もっともっと発展する可能性があるっていうことを確信はしました。っていう点ではすごく高見フォーラムで学べたし、ひょっとすると私が今後死ぬまでやっていくことは、例えば高見フォーラムと接したりとか、その情報とかそのネットワークがなかったら、きっと僕は今夢見てないと思うんですよね。その素材と科学とか材料とか枯渇する材料とかっていうことが、ひょっとするとあるネットワークで全然違った形でもっといいものができちゃう可能性であるとか、逆から言うとその昔のものを持ってる人たちに提供していただいて、それをもとにもう少し今この時代に合ったものを作り出していけるっていう夢は見させてもらったし、そういう仕事を今後続けていきたいと思って、実際来年から活動したいなと思ってはいます。